それではプランの方アップいたします。お電話ありがとうございます。札幌の定山渓温泉にあるホテル、今日正午過ぎ早速電話対応に追われていました。道の旅行割、新しい旅のスタイルの予約販売が始まったのです。一棟貸しのこちらのホテルでは一泊二食温泉付きで一人16,500円がなんと9,000円に。あ、続々と今のこの4分間で5件来ておりますね。予約の開始直後から2時間で20件の予約が入りました、はい、紅葉シーズン真っ盛りの定山渓、今回の新しい旅のスタイル、札幌市民は市内でしか利用できないため、少しでも旅行気分を味わえる定山渓温泉に注目が集まっているのです。これから冬になりまして、クリスマスやお正月やちょっとずつ上がっていくのかなというところで、こういったプランで波に乗っていけるといいますか新型コロナの影響で閑散としていた温泉街のまんじゅう店にも客の姿が。お店の中に少しずつ活気が戻ってきました。今日でこれで7回かな。まだまだですね。今みたいなペースが少し続けばいいです。それを励みに頑張るしかないと思います。そして旭川市のホテルでも予約開始の正午を回りました。ホテルのフロントには問い合わせの電話が相次いでいます。そうですね、併用は可能でございますので。実は旭川市では市独自の朝っぴー割と新しい旅のスタイルが両方使えるのです。こちらのホテルの一泊一人11,600円のプランの場合、朝食バイキングに天然温泉、さらに市内の飲食店などで使える3000円分のクーポンもついて、旭川市民はなんと1,600円、東北エリアの人は3,600円となります。有効に活用していただいて、このコロナ禍でのホッと一安心していただけたらいいなというふうに思います。一方、札幌の飲食店の時短営業は今日で終了に。こちらは北海道の新鮮な魚を使ったお刺身が自慢のすすきのの居酒屋、午後9時までの営業を明日から午後11時までに戻します。7時8時ぐらいのお客さんが入ってこれるってなると、僕らとしても、まあ、やりがいもありますし、やっと仕事してるなっていうやっぱ実感も出てくるので、複雑な思いですけど、やっぱり、まあ、元通りの生活に戻れてきてるのかな。札幌市内のタクシー会社では明日の全面解除に向けて準備に追われています。こちらのタクシー会社ではタクシーの稼働台数を8割ほどまで減らしていましたが、明日からはフル稼働することに。すすきのに専用のタクシー乗り場が2つあり、落ち込んでいた集客に期待を寄せています。一言で言うと本当にありがたいと、私どもの業界はもうともすればその飲食店さんともう一連卓上の部分もありますので、多くのお客様が、まあ、戻ってこられて、盛り上がっていくんではないかなと。飲食店様に対してもその応援できるキャンペーンが取り組みができないかどうか今、検討しておりますので、いろんな形で、まあ、私どもも含めて盛り上げていけるように何かこう対策を取っていきたいなと思っております。